はい、こんにちは、沖縄おばばです。今日は、えー、お花が塗り終わりましたので、お花にちょっと白をちょっと入れていきたいと思います。えー、例えばこれなんですけど、網の目の指なんですけど、これ網のところにちょっと白が入ってるんですよね。なので、ちょっと、えー、ここの、ちょっとずつね、こう網のところに、ちょっとなんですけど、少しずつ、 網の、網の目がわかるように白をちょっと入れていきたいと思います。なかなかね、こういうお花ってこう自分が知らないお花がこうあったりして、名前も知らない時ってほんと検索に大変こう苦労するんですけど、ちょっとこのあの揺り終わりと特殊な感じだったので、すぐに検索できてほんと良かったです。ね、なかなかね、こう、 この網の、網の目のこの部分、うーん、難しいなってちょっと思います。ね。<laughs> 意外とこう、自分が花の名前知らないなと思うんですけど、本当にメジャーの花はね、誰が見てもわかるんですけど、こういうマイナーの花は、えー、難しかったりしますよね。はい、こういうふうにちょっとずつね、ちょっと、白をちょっと入れてみました。あとそうですね、この、 チューリップとこの水仙にもちょっと入れていきたいと思います。なるべくね、この水仙もこの黒い部分があんまり目立たないようにしたいので、ちょっと白をちょっと入れていきましょうね。ちょっと白入れるとね、やっぱちょっと綺麗になりますよね。全体の感じが。まあ、こちらの白は本当あのお好みで 入れてください。まあ、入れなくても全然構わないと思うんですけど、入れた方が多分仕上がりが、うん、ちょっと綺麗になるかなってちょっと思うので、ちょっと、ね、ちょっとここ変なんなっちゃったんですけど、まあいいか。ね。<laughs> まあ、根が適当な人間なのでね、まあいいかなんって <laughs> なっちゃうんですけどね。はい。こういうふうにね、ちょっと白を、入れてって、はい、あとね、 チューリップもちょっと白入れるとねまたちょっと違う感じになるのでこう白ね白ちょっと入れてあげると本当なんか雰囲気がねまた全然違う風になるのではーいこういう感じですあとちょっとこのムスカリもちょっと入れたいと思いますはいそれでは皆さんまたごきげんよう さようなら。